はい、こんばんは。2013年度の11月、高1の真剣模試です。えっ、ー、と、生徒に惹かれた四角1と四角9かをやってみます。まあ、今日は四角1だけしましょう。えー、こうですね、小文集合。えー、四角1の角1。角個 x 2y の2乗。角度 x く 2y の2乗の積を、OK、展開し、簡単にすると。<laughs> すみません。 2番、x がマイナス -1 のときに絶対 1x-2-0 対 15-2x の値と。で、3、不等式1 2分の 1x-3 分の1、大なりイコール6分の 5-x-5-2 分の1を解くと,と。4、えーと、ユニットの u が、えっ、ー、と、123456789を全体集合として、u の部分集合を ab とすると、えー、と a イコール124568。 b のバーが125678の時に集合 a バーかつ b イコールこれこれであると。ただし a バーは a の補集合、b バーは b の補集合とすると。5番、二次関数 fx が f-1 イコール0、f2 イコール0、f0 イコールマイナス4を満たすときに、これも二次関数で書いてあるんだから fx イコール a x 二乗プラス bx プラス c で解いていけばいいですね。普通に出ます。はい、じゃあ行きましょう。 答案作りまましたででこれでやっていきますじゃあ1番当然普通にやってもいいんですよこれ二乗して二乗して普通にかけてけば分配でこうやってやっていけばいいんですけどもまあ模範解答としては先にこれかけこれをやってそれの答えの二乗とつまりこれを2回これを2回かければいいので結局2回かけてますねこれを2回これ2回順番変えてるだけの話でだからこれをこう変えればいいですそしたら今度中括弧の中がこうですね わーっとさーの積だから左の二乗を引く右の二乗とあとはこれの二乗だからこれの二乗を引く二倍のこれかけこれで右の二乗と x 四乗引く八 x 二乗 y 二乗足す十六倍 y 四乗ととしてくださいで括弧二番は x がマイナス一だからこのこの部分マイナス一入れてくださいそしたら絶対値が、えー、マイナス三マイナス一だからプラス七ですねということはこれで三引く七 ということで,4とで3番はねこれ6分の2合わせるかもしくはもう分母を払って6倍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 でプラスをかけてるから代償は同じと、まあ、6倍しましょうじゃ6倍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 といいですかねそしたらあとはもう x を左辺に数字を右辺に持ってくると x 大なりイコールマイナス3とでちょ,ちょっと4番が迷うかなと思うんですけど4番。 U が123456789までですねで A が 124568B が349ですねということは A のバーが、えー、379ですねで B のバーは125678ということで A のバーかつ B だからこれかつこれを言えばいいだけなのでじゃあダブってるのが3と9じゃあ A バーかつ B で39としてください。はいついて5番。 fx を ax2 乗足す bx プラス c と置くと。ただし、過去 a は0じゃないと書いてくださいね。必ずね。答案には。はい。で、f-1 が0、f2 が0、f0 がマイナス4だから、それぞれ代入すると、a と b と c の式だけになりますね。1、2、3より、a が2、b がマイナス2、c がマイナス4。で、一応、一言。a は0ではないを満たす。ここにね、一言書いておいてください。ちょっと書くの忘れたけど、ね。 よって、f x は2 x 2乗引く2 x 引く4。これが回答です。どうでしょうか。だからまあどこでどれが難しかったかな。まあ一まあ焦って一番をねあのまあ普通に計算してやっても別にそれ解答さえ合えばいいだけなんでえっ、ー、とあとまあ焦るのは4番かな焦るのはねですね。まあ落ち着いていればま5問とも正解できる。回転に20って書いてるから20点は取れる問題だと思います。 じゃあ以上です。高校一年生頑張れ。